シャーリーガンジェロはスウェーデンのヘビメタルミュージシャン、ベーシスト。アーチエネミー及びスピリチュアルベガーズなどのベーシストとして著名。愛用しているアイバニーズのベースはシグネーチャーモデルとして日本国内でも販売されている。1990年からキングダイアモンドに参加。1993年に脱退。音源には参加していない。 1994年からは、キングダイヤモンドが、中心メンバーのマーシフルフェイトに加入、4枚のアルバムに参加した。マーシフルフェイト活動中の1996年には、キングダイヤモンドに関わりのある、シャーリーとスノーは衣装、アンデラ・ロックの3名にヨナスダールストロームが加わって、エレウィルというスラッシュメタルバンドを結成、1枚のアルバムを発表している。 また、1997年には、デンマークのデスラッシュバンド、フェイスリフトの EP の2曲に参加している。1997年から、ザ・ホーンテッドのパトリック・ヤンセンのサイドプロジェクト、ウィッチリーに加入。5枚のフルアルバムに参加している。また、同年には、キンバリーゴスとアレキシ・ライホが、中心のパワーメタルバンド、シナジーにも加入。1枚のフルアルバムに参加し、 1999年に脱退している。1998年にはスウェーデンのデスメタルバンドディスメンバーに加入。1枚のアルバムに参加し2000年に脱退した。またマーティン・ベンソンが脱退したアーチ・エネミーに加入。以後アーチ・エネミーをメインバンドとして活動していくこととなる。アーチ・エネミーではサードアルバム以降の音源に参加している。 この縁からか、ロジャー・ニルソンが脱退したスピリチュアル・ベガーズに2005年に加入している。http コロンスラッシュスラッシュエン・アー・スラッシュ2011スラッシュ。Go イコールズ・ワンド・ンド、メンバーイコール・シャーリー・ダンジェロ。ありがとうございます。